異世界失格漫画原作のアニメ化。作家の主人公は心中をしてる最中に異世界へと飛ばされてしまった。そんな衝撃的展開から始まる異世界ものだから、異世界でも世界を救う使命など、何のその自殺を求めて異世界をさまよっていきます。世界には他にもいろいろな転生者がいて、いろいろな人たちに触れるにあたって、主人公は作家魂があふれ出し、自殺を求めるものの異世界に深く関わっていきます。そんな中、他人の人生にも不満を持ち、人生をやり直させるってな感じで他の転生者を葬っていきます。なかなか面白い視点での展開ですね。最初見た時なんか暗くて面白くない印象なので、見るのやめようかと思ってましたが、話が進むにつれて奇想天外な話にかなり引き込まれていきました。アニメとしても異世界転生ものではあるんだけど、変わった切り口で新鮮でした。6話まで見ての評価は S-、決着のつけ方によってはすごく面白くなっていくんじゃないかと期待を込めてね。またね。